ハローアースノイド、デカすぎクソエロ女、に対する、ネットの反応をお送りするよ。グーなんておっぱいがでかいだけやん。身長もあるぞ。176cm って身長でかすぎ。高身長いいよね。ちょっとかわいい、言うほどちょっとか？普段から下着をつけない変態。ど変態でしょうこれ。ガンダムのヒロインって大抵高圧的なのばっかりだよね。性格の悪さとおばさん声だけなんとかなれば、とにかく感じの悪い女。声も見た目もいいだろ。確かに第一印象は悪いかもしれん。性格も悪くないと思うんだけどな。微妙な姉さん女房感嫌いじゃない。一見クールな美少女だけど、ちょっと抜けてるとこがあるなんて、最高じゃないですか。かっこいい女の子がドジやるから可愛いってさって、セリフ好き。ルートエル高圧つけがたし、こいつのおかげでイルの存在意義が薄れたぞ。俺が美味しくいただくぜ。ダブルゼータに問題のない女はいません。全員何かしらあります。いいよね。まともな女の子キャラがリーナしかいないという恐怖。受動が溺愛するのもわかる。ダブルゼータって美少女勢揃いだよね。おそらくパーティーの主催者であろう世代の違う人が、なんか無理してるんですが、誰のことかな。ルーさんは86、56、88はなかなかのドスケベボディだぞ。たまらねえぜ。タイツの下に何も履いてないんだよな。昭和だけど末期だけはあるデザインだよな。ダブルゼータは今でも通用するキャラデザ多い。ルー、エル、プル、プル2あたりは今風だと思う。若い時にダブルゼータ見た時はエルが可愛いと思ってたけど、改めて見返すとルールカノが可愛いと思った。後半は謎服になったの本当に無能。でかい T シャツにホックをつけて股間で止めて、余った布を巻き上げて足の付け根まで巻き上げているだけ。しかもパンツ履いてない。おむつ履いてるみたいだよね。ホットパンツと言ってやってくれ。ダブルゼータの服は全体的におかしいぞ。マシュマーとかもなんか変だった気がする。ルーの17歳で正規兵ってどういうことなの？宇宙正規じゃ普通なんじゃね。人材がいかにいないか。7年前に軍人めちゃめちゃ死んでるしね。戦争で人口減少して人手不足の時期だからよ。まあ F91 の頃にはそれまで以上に増えるんだがな。でも本編見る限り全く軍人に見えないよね。性格も基本的に受動画と変わんないから年上にも見えない。でもそこがルーの魅力なんだと思う。ガンダムの操縦も難なくこなしてたし、実はものすごい才能の持ち主よ。確かゼータって元からものすごく操縦しにくい上に、神湯の変な癖がついてるとかひどいもんじゃなかったっけ。よく操縦できたよなルー。というかアナログ制御じゃあるまいし、パラメータいじれば瞬時に変えられるんじゃない？気軽に言ってくれるなぁ。神湯の癖はともかく、ゼータ自体ピーキーな操縦性なのは変わらんしな。ビーチャーの百式みたいにスペック落とされたとか、話題がないだけすごい人なんだよ。グリプス戦役生き延びた猛者だしな。正パイロット全滅したアーガマに、唯一エウーゴが補充してきた人員だしな。連邦軍の正規兵ってエウーゴに出向でもしてるのか？連邦とエウーゴなら出向してもおかしくない。ルーは少尉ってことはやっぱ士官学校でなのかね？初っ端の言動からしてとてもそうには見えないが、専用の体数まで持ってんのとかほんといろいろ謎よね。ルーはノーマルスーツが独特だったよね。志願兵の野戦人間じゃね。神湯の注意待遇と似たようなもん。志願兵だけどモビルスーツ操縦できる戦力だからとりあえず遺憾にしとけ的な。その割にはファワ軍曹だったけど。アムロやカイやハヤトと同じっぽいな。それはいかんね。連邦って志願兵とか野戦人間を戦後になっても受け入れたままだったり、無駄に寛大なイメージがある。士官学校出てないと態度まりだけど、パイロットである以上最低でも少尉スタートなのでは？連邦軍がどうなのかは知らないけど、自衛隊だと候補生が総長で正式なパイロットになって3位だったはず。はぁ、はぁ、アニメなんだから適当でしょ。メインキャラだから下駄履かせてるだけ。あと番組のドラグナーは三等兵から始まって途中で順位に昇格とか結構真面目にやってる。順位に特進したから教官だった軍曹を抜いたけど、女性陣がそれ以上の階級になったとかそんなのだっけか。初期の頃は鬼軍曹にしごかれてたな。エウーゴってシャアみたいに軍籍偽装してる奴がいたり、アクシズに加担しなかった94兵がいたり、普通に連邦からの参加があったり、
良くも悪くも寄せ集め兵ばかりだけど、ルーはどこから参加したんだろうか？その辺の設定ってあるの？漫画で根も乗ってるルーがエマさんたち助けてたのあった気がする。ルーってゼータもダブルゼータもしっかり乗れる技量があるし、もともと軍人っぽいけどエウーゴ経由だから、連邦系かジオン系かアースノイドかスペースノイドかもよくわからないんだよな。ルーとシャングリラのジャンクや全員ニュータイプだっけ？子供はみんなニュータイプですから、ルーが子供かは怪しいけど。ルーまだ10代なんだけど、あと本格的に乗ってたわけじゃないが、化け物出力のダブルゼータもさらっと乗ってるから技量はかなりのもの。と言っても出たのがダブルゼータじゃなきゃ生き残れたかどうか。V ガンならエルともども死んでそう。シャングリラの面々は間違いなく全滅していた。この子もダブルゼータじゃなきゃおはげの間の手にかかってたな。ルーというまんまと受動をかすめ取っていった女。でも別れちゃうんでしょう。長谷川雄一の勝手な非公式設定。おはげが受動のその後書いてたら別れてそうではあるけどな。というか付き合ったのかさえ不明。ルーが受動好きはわかるけど、受動がルー好きはわからない。受動はひたすらリーナ、時々プル、ばかりだもんな。どうして最後に突然ルーが出てくる？セリフのやりとりとかよく聞いてみると、受動はかなりルーを当てにしているんだけれど、戦争やってるさなかなもんだから戦場での会話が多くて、プライベートな部分まで、干渉してるように見えないよな。唐突感あったよな。最後もうちょっと受動との絡みを書いておいてくれれば。シャングリラで出会った時は、外から来たミステリアスな少女に受動は興味津々。妹が死んだけど死んでない時ルーだけが受動に厳しくしてくれた。割とフラグは立ってると思う。腫れ物に触るように何もできない奴らと違って自分の殻に閉じこもる受動を鼓舞したルーは立派だと思う。受動もすぐに理解したし、Y は受動とルーってビジネスパートナーって感じがした。L と受動は幼馴染なりの情って感じ。そもそもビジネスパートナーな感じでジュクトリスに乗り込んでるしね。旅立つ時の会話がそんな感じ。あの中ならルーが一番美人だし、多少はね。ルーは確かに可愛いけどダブルゼータくっそうもんなさすぎて途中で見るのやめたわ。どうやったら視聴続けられるんや。プルが出てきてから見ればええんやで。出てきたけどやっぱりつまらんかったぞ。オープニングの歌変わってからが本番や。それだけで7割勝ちある。そこからしばらく我慢したけど無理やったわ。だいたい初代とゼータ並みを期待するのがダメなんだろうな。オープニングでチャージしてみても最後まで保たないのはしゃあない。切り替えてけ。身も蓋もねえ。かわいい。グレミーに対しても多少の感情はね。結果的にクイーンマンサ無力化させた功績はすごい。クイーンマンサ戦で動かなくなったゼータに、あんたガンダムでしょ、動きなさいよっていうの好き。生身のグレミーをビームで焼くけど。受動は生身のハマーン様をやれなかった。ルーは涙を流してもやった。その強さに受動は惹かれたのかもしれない。ルーは男の尻をいい意味で叩いてくれるし、マジで理想的なヒロインだよ。そんな私を愛しちゃう、よな。